ラフィフユッキーのながらビューティーエクササイズ番外編。何が番外編かと言いますと、先日ですね、私がマジックショーをやった時に見に来てくれていた私の高校時代の友達のお子さんがいたんですが、その時簡単にできるマジックをお教えしてきました。で、そのお子さん、リン君4歳がそのマジックにチャレンジしてくれた動画を送ってくれたんですね。で、それをぜひ YouTube にアップしたいというお願いをしたら OK をもらったので、その前にどんなマジックだったか、まずは私が実演したいと思います。で、その後にリン君の演技をご覧いただきます。ではまず私の演技から参ります。これを使います。紙ナプキンです。これを4つ折りにします。折り目通りに折っていきます。あら、こんな感じです。いいですか。で、ポケットから取り出したこれはなんだ、あ、ちょっと透明感があって見えづらいかもしれませんが、100円です。じゃあこの100円をお子さんにお渡ししますので、この紙ナプキンの中に投げ入れてみてください。あ、投げ方なんですけど、こうやって思いっきり投げないでくださいね。放物線を描くように、こう下からアンダースローでこういう感じで投げてください。いいですか。はい、ではお願いします。ほっ、お、入ってきたみたいです。なんか見えますね。開けてみましょう。もしもちゃんと100円が中に入ってきてたら大成功という手品です。ではリン君4歳の演技をご覧いただきましょう。うまくできるかな。はい、で、どうするの。はい、何、今何置いた、手の上に何置いた。見えないのか。うん、オッケー。うん、で、ね、このマスキンにお金を入れてください、うん、はい、これはダメです。はい、そっとここからえいって投げてください。はい、わかりました。じゃあ行くよ、受け止めてね。せーの、えい、入った、落ちたね、落ちたね。見事お金が入ってたら拍手。落ちた、ん、落ちてる。わー、ちょっと失敗してましたけど、よくできました。頑張りましたね。さあ、このリン君4歳のマジックやってみた、コーナー化すると嬉しいな。ちょっと癒される可愛い動画でしょ。なのでマジックの動画を見ながら癒されるコーナーということで、月1、まあ、2ヶ月に1回ペースでできますように、皆さん応援してください。今日のながらビューティーエクササイズマジックやってみた番外編になっておりました。最後までお付き合いいただいてありがとうございました。